お世話になります。ヒトリーでございます。現在幻のポケモンゲットチャレンジというキャンペーンが開催中ですが、このキャンペーンではポイントを集めればマックス鉱石が不思議な贈り物で入手できるんですよね。では入手する際にマックス鉱石がカンストしていたらどうなるのでしょうか。別の動画でボックスがいっぱいの状態でポケモンを受け取った場合は注意喚起が出てきましたから、同じく注意喚起がされたりするのでしょうか。それとも道具の場合は何もなく受け取れてしまうのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は道具が乾燥している状態で配布を受け取ったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずちゃんとねポイント集めるためにセブンイレブン行ってまいりました。こんな感じでもう超大量に買いましたね。まあ別に余計なものも買ってるんですけど、で私ですね別の動画で2ポイントゲットしたって言ったんですけど、それね実はまずこっちで6ポイント一気に貯めようと思ったんですよ。だからこんないっぱい買ってるんですよ。ですがねカウントされないものとかもあって、なんでちゃんとおにぎりと惣菜コーナーみたいなちゃんとキャンペーンマークがついてるような、ところから買ったんですけどね、判定されなくて、ですから、もう一回ね同じとこ行ったら恥ずかしいじゃないですか。わざわざおにぎりと惣菜をねそのポイントのために買ってるの恥ずかしいなと思って、別の店にわざわざ行ってね、それでこの2ポイント手に入れて、それで合計ね6ポイントを貯めたんですよね。ですから皆さんも、どれが該当商品かってのはちょっと意外と分かりにくいので、ご注意ください。まあ、とりあえず6ポイントはゲットしました。はい、じゃあキャンペーンコード入力していきたいと思います。セブンイレブンはね特別なサイトがあるのでそこでやんなきゃいけないっていうね、非常にめんどくさい仕様なんですが、これで利用規約、同意してそれで指令ラコード打っていきましょう。交換する、いけ、あー行けましたね。今回一発で行けた、よかった。ただちょっと繋がりにくい時もあるっぽいんで、そこ注意した方がいいですね。でもう一度入力するですね。もう一度行きましょう。あ、行った、よかった。よし、これでキャンペーンコード手に入れたので、またねキャンペーンコードを入力するサイトに行かなきゃいけないっていうね。で今現在ですね2ポイント入力済みですので、あとね4ポイント分入れて、それでマックス鉱石手に入れたいと思います。キャンペーンコード入力ですね2つ分ありますので、よしこれで入力完了ですね。いけるかな。はい、ここはねちゃんとできるっていうね。まあいいや、とりあえずこれで6ポイントゲットしましたので、マックス鉱石ゲットですね。プレゼントに応募か。で、ここでプレゼントをゲットでシリアルコード受け取る。何個この行かなきゃいけないんだっつう話だよね先に。でこれで、ゲットですね。はい、じゃあ早速ですが、もうこのロムではもうマックス鉱石ですね、この通り999個ございます。あらかじめ用意しておきました。前以前やったねネクロズマの色違い厳選の時にもう溜まっちゃいましたね。ちなみにですけどこのロムリーグカードないんですよ、ご覧の通り。つまりこれバッチ0個の状態なんですよね。でしかもこんな伝説がいてねそれでこういう65レベルとかも普通にこれちゃんと手に入れたやつですから、こういうやつらもいて、もう最強のロムとなっております。まあそれはどうでもいいんですけど、まあちょっと自慢したかっただけです、ごめんなさい。まずはこのマックス鉱石が完走した状態で、追加でねマックス鉱石手に入れたらどうなるのかやっていきたいと思います。ダイマックスアドベンチャーでは基本ね、マックス鉱石0個で帰ってくることはないと思いますので、行きましょうか。なんか言われるかな。ダイマックスアドベンチャーでご出発なさいますか。出発する。あー何も言われないっすね普通に。一応やっときましょうか。オッシュファイヤーか。オッケー、姿消す。ちなみに色違いとかはいないか。まあ届くぐらいでもらっとこう。はい、これで、この先どうなるかってことですね。はい、普通にマックス鉱石もらえました。ということはもう何にも起こらないってことですね。なんでだろう、こんなにだから道具に対してはちょっと意識が薄いんすかね。やめる、こいつからも何も言われませんでしたね。じゃあまあとりあえずやってみよっか。じゃあ不思議な贈り物で、じゃあシリアルコードね入れて受け取っていきたいと思います。シリアルコードで受け取る。よし、入力完了しましたんでいきましょう。はい、普通にそりゃ行くか。行っちゃうのか。注意喚起普通に何もねえじゃんっていうか、そういえば全然気にもしなかったわ、出てこなかったから注意喚起が。ちょっと待って、そらないわ。ボックスがいっぱいの時はそもそも不思議な贈り物を押してシリアルコードを入力するっていう時点で出てきましたので、注意喚起が、ま、これだから何にも出てこないってことですね。じゃあ受け取っていきましょうか。押せるか押せないか。はい、行きましょう。はい、受け取れんかい。普通に行っちゃった。おい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 、なんだこれ終わったじゃん。マジかよ、これもう無駄になるだけじゃん。これどうなんだ、この後なんかあるとか処置がなんかないの。これマックス鉱石 ×10 を受け取りました。おい、マジか、終わった。
あ、終わったじゃん。マジかよ。マジか。まあこれバック見たってどうにも変わらないからあれなんだけど、え、マジか。普通にひどっ。え、ちょっと道具に対してちょっと意識薄すぎでしょ。え、じゃあちょっと待って、不思議な贈り物でしょ、それさすがにもう一回受け取ることはできないか。一応あれ手に入っちゃったっていう扱いになっちゃうのかな。やっぱり同じやつ入力してみましょうか。もし入力完了と、これで進んでいこう。わ、このシリアルコード使用済みです。うわー、いやそうなんだけど、道具の時は何も注意してくれないんだこれ。つかよくよく考えれば道具って割とカンストしてるものを持ってる人少なくないんじゃないかなと思うんですが、ですからここシリアルコードで受け取る押しちゃったら、毎回道具を整理してくださいみたいな表示されることになっちゃいますもんね。その理屈で言ったら、だってボックスがいっぱいの時も別にポケモンもらうって決まってたわけじゃないのに、シリアルコードで受け取るを押した時点で表示されましたから、道具も本来ここで注意喚起とか表示されなきゃいけないはずなんですけど、まあ道具についてはまあ別に999個あれや10個ぐらいなくなったっていいだろうっていう判断なんですかね。にしても悲しい。ということで検証結果、道具がカンストしている状態で配布を受け取ったら普通に受け取れてしまうでした。単純に考えれば、別の動画で上げたボックスがいっぱいの時シリアルコードで受け取る場合、ポケモンを整理してくださいみたいなのはありましたから、注意喚起があってもおかしくないとは思うんですけどね。受け取るところではさすがにね、整理した方がいいんじゃないですかみたいなことはちょっと言ってほしいものですよね。やっぱポケモンはポケモンが中心ですから、この道具なんかどうでもいいみたいな思想が根底にあるのかもしれないですね。でもそのバッグから溢れ出た道具ってどこ行っちゃうんですかね。バッグに入りきらないからプレゼントのその箱ごとどっかに放置されてるんですかね。そしたらポケモン界のゴミ問題やばくなっちゃいそうですね。この道具がカンスト状態でも不思議な贈り物で受け取れちゃう問題について、みんなの思いはどう？愚の骨頂だと私は思います。